始まりました少量チャンネル。はい、はい、ということで今日はですね、うん、僕らインスタとか、うん、ツイッターとかを僕らでやってるんですけど、うんうん、その中でちょっと一つ一つメールがインスタでかなで届きまして、うん、それを今回ちょっとまあ悩み相談というか、うん、で読んでいければと思ってて、うんうん、でその質問は結構僕らの、うん、その YouTube のコメント欄とかも、うん、か多分一番多い質問なのかな。そうだね。いろんな人からね、そう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 、まあ言葉は違うけど同じ内容の質問をいただいてるので、うん、そうなので今回それについてお答えできればと思います。うん、はいはい。じゃあ読んでください。はい。はい、あ、俺が読むのね。うん。じゃあちょっとせーの、ははは30年来の友人かっこ男性がゲイの方で昔から悩んでいました、私は中学生の時に打ち明けてもらい、失恋や悲しむ姿をたくさん見てきました。でもそんな友人にはパートナーシップ宣誓したい彼が現れました。しかし同性での結婚については親御さんから大反対されています。親御さんとも仲のいい私は反対する側についてほしいと言われています。もちろん私はやっとやっと巡り会えた彼らを引き離したくないけれど、親御さんの気持ちもわからないわけではありません。彼ら自身が解決しなきゃならないけど、友人として何か役に立てることはないでしょうか。悩んでいます。お二人は親御さんとうまくいっていますか。はい、っていう内容ですね。うん、はい。まあその両親はそのまとめてくれてるのかとか、そういうなんか理解されてるのかっていう質問は多分一番、うん、多いよね。多いと思うから、うん、まあ今回それについて、まあ僕たちのなりの意見答えていければと思ってるんですけど、うん、はい、どうかな、なんか。まず、うん、当事者、うん、そのお友達さん、うん、の、うん、についてと、うん、このメールをいただいた、うん、そのゲイカップルの、うん、友達のこのメールをくれた方、うん、と、うん、親、うん、をそれぞれ分けて考えないとダメだなと思うんだよね。うん、そうだね。うん、うん、うん、と、まあ僕が思ったのは、うん、まあそのゲイカップルの方がいて、うん、まあ両親がいて両親は反対している、うん、それでその二人が、うん、まずそれでそのなんていうのかな、その両親に言われて、うん、ああもうダメなのかなって思ってるのか、うん、それかいやいやそれでも僕らはやうん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 、一緒にいたいっていう気持ちで、うん、だいぶ状況が違う、違うよね。うん、でまあ多分それでもっていう方で考えて言いたいんだけど、うんうん、まあそもそもね、うん、もしその親御さんに反対されて、うんうん、なんかそれでじゃあなんだろう諦めるとかいうのであれば、うん、そもそもだよね。そうだね。うん、なんかもうそもそも長く続きしないような気がする、うん、そういう気持ちであればだし、うん、やっぱりもしそれでまあなんかじゃあお父さんお母さんの言うこと聞いて、うん、ダメになったって言い方あれなんだ。まあまあ同性の方じゃなくて、うん、まあ異性の方と無理やり結婚したりとかね、うん、したとしても、うん、多分彼は絶対納得いかないし、うん、これから先もそれだし幸せにはならないよね、うん、お父さんお母さんとのもしかして溝がね、うん、できちゃうかもしれないし、うん、自分が幸せにはならないとは思うのね、うん、思う、俺も思う、うん、だからで、まあ、この方はそのまあどうやって、うん、どうなんていうの、自分に役立ってること何をしたらいいか、あ今のはあれね、このメールをくれた方の話ね、あそう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 、うん、っていうふうに言ってくれてるけど、まあでも、うんどうだろうね。俺は、うん、もう、話を聞いてあげるしかできないと思うよ。
そうだね。それが一番だと思う。うんうんうん、うん。決めるのは本人たちだから、そうなんだ、ね。まあ、そのカップル、ゲイのカップルの二人だし、親だし、うん、決めるのはね。その間に入ってるこのメールをくれた方は、うん、それぞれの話を聞いてあげるだけ。それが一番ベストだと思う。どっちの味方する必要もないと思う。そうだね。寄り添う感じがいいので、うん、その、お父さんお母さんには多分、その私たちの味方になってっていう風に言われてるとは思うけど、うんうん、別にそれは、まあ、この方も多分、分かってはいると思うのね。うんうん、そうだね。うん、うん、正直。で、ね、多分、その、ゲイカップルの方、うん、ゲイカップルの一人と、うん、多分35年来の付き合いもあるから、うん、ちゃん、ね、その子の気持ちとかも、うん、まあ、分かってるだろうから、うん、ね、うん、なんか、寄り添ってあげるのが、一番、うん、ね、いいんじゃないかなと思って。そうだね。うん。うん、そうだ。まあ、その、方がね、うん、決めることでもないし。そう。なんかね。うん、でもなんかその、難しいけどね、うん。うん。なんか、私に何かできることあるかなっていう気持ちはすごく嬉しい、うん。嬉しいよね。と思う。うん。そしたらもう話を聞いてほしい。そうだね、うん話うん、もう親からこんなこと言われてんだけど、うん、とか、うんうん、もううちの息子何考えてんのかしらっていうね愚痴ああそうですよねそうだよね、うん、難しいよねとか言ってそうだ、ね、聞いてくれるだけでいいよねうん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 いやなんかもうやめた方がいいよとかあいや親に対してさ、うん、親御さんに対してさ理解してあげてくださいよっていう必要はないよねないうん、うん、だからまあ一番は寄り添ってあげるのが僕らなりの答えかなと思ってて、うん、まあこれに関しては、まあ僕らのそのコメント欄とかを、うん、まあその方が見てもらったりして、うん、なんかみんなで、なんか悩んでいければ。うん、だから多分その方だけじゃないと思うのね、うん、こういうこと悩んでる方って。そうだね。うん、だから多分、たくさんいると思う。そう、たくさんいると思うから、今回このコメント欄とかで、うん、まあ、ああ言ったり、こう言ったりできればと思っています。うん、います。そう。まあ、うちらの話でいけば、うん、まあ、うちは、幸いなことに、うん、翔ちゃんを紹介した時にね、うん、あ、違うわ、その前に、うん、そのパートナーシップ先生をするって決めた時に、うん、なんかその、親に、カミングアウトするかしないかっていう話したじゃん。うんうんうん、で、俺の気持ち的には、うん、言いたかったの、母親にはね、うんうんうん。カミングアウトしたかったから、うん、もう絶対言おうと思って。うん、で、それでもし、なんか反対されたとしても、うん、もうするつもりでいたから、パートナーシップ先生は。まあ、それはそれでいいやと思って。うんうんで、まあ、幸いなことにね、幸せなことに受け入れてくれたから、うん、まあ、結果は良かったんだけど、そうだね。もし反対されたとしても、まあ、パートナーシップ先生はしてたかな。うん。うん。まあ、その後の親子関係は、うん、またね、時間かけて修復すればいいし、理解してもらえればいいし、とかも。そうだね。うん。うん。うん。まあ、どうだろうね。でもなんか、俺20代前半の時とかも、やっぱり、母親からゲイ疑惑みたいなのあったの、うん、なんか、そういう、うん。なんかその時にね、なんか、うん、あんた、やっぱり言われるじゃん。うん、違うよね、みたいな。うん、うん、うん。その時は、うん、なんかやっぱり、うん、違う違う。なんか意味わかんないけど、大丈夫だよ、みたいな。うん、まあいいよ。これ言ったけど、言うよね。うん。うん、でもなんかそのパートナーシップして、うん、先生して、もう翔太とずっと一緒にいるって決めたら、もう、言おうと思った。うん。そうだね。うん。だから、僕とかも、まあ、案外まあ小さい時から、お母さんとかね、自分のこと見てたりするから、なんとなく、言わなくてもさ、うん、気配というか、うん、分かったり、感づいてはいたりして、で、うんうんうん。そうだね。だからまあ、どうだろうね。うん、やっぱりでも自分が、思うようにやるのが一番の正解かなと、うん、そう
結局は自分の人生だからね、親のために生きてるわけではないけど、言い方はあれだけどね、うん、親もそうじゃん。自分の人生を生きてるわけだからさ、自分の子供が、ね、まあもしかしたら、ゲイかもしれない、レズビアンかもしれない、うん、なんだかね、LGBT の人かもしれないってわかんないけど、そう。その子供たちの人生があるから、親としたら、その子たちの人生を応援してほしいよね。ああ、うん、そうだね、うんうん。理解しなくてもいいけど、応援してほしいよね。うんうんうん、まあ、それについてもなんかいろいろ、まあ、うん、このコメント欄とかでいろいろ、私はこうなんです、うん、私はこう思いますっていう風に話していければと思って、うん。そうだね。ます、うん。うん。で、そうですね。じゃあみんなで悩んでいって、うん、それがね、大きい力になると思うので。答えはね、うん、これっていう答えはまあ出ないと思うけど、うん、いろんな意見をね。うん、だね、交換できたらいいなと思います。思います。そういえばこの間、うちの母親と電話した時に、うん、翔ちゃん、翔太くんは、元気にしてんの、うん、うまくいってるって言ってたよ。うん、うまくいってるよ。はい、いつもね、電話した時にね、翔太の名前が出てくる。うん。わかった。ということで今回は、それについてお話ししました。はい。はい。で、まあ、ね、いっぱい話し合い、結構その短い時間で話せるような内容でもないからまあなんかいっぱいは、うん、ね、話していければと。またね、別の動画で、うん、まあもしなんか別の、うんうん、またこういう風なメッセージとかなんか私どうしたらいいんだろうみたいな悩んでる方とかいたら、うん、まあメッセージくれてもね、そうだね、全然いいので、うん、くれていただければと、うん、思います。そうですね。はい。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、気に入っていただければ、はい。チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた。